お庭サトビーンズ。のび太、こないだ貸した漫画だけど、あれあげるよ。え、くれるの？もう漫画をゆっくり読む優雅なひとときなんて、やってこないんだ。どうしたの？バカにしょげちゃって。鬼だよ、鬼がやってくるんだよ。節分だからって大げさな。豆をぶつけて逃げてくれる鬼ならどれだけいいか。俺様が一生懸命リサイタルへ向けて歌の練習をしてたらよ、母ちゃんがよ、家の中で変な声を出すなって。そりゃそうだろ。なんだって？あ、そりゃひどい。ジャイアンのママはジャイアンの歌の素晴らしさがわかんないんだよ。ほう、君こそ日本一の、いや世界一の歌手になる人だよ。何が何でも練習を続けなくちゃ。心の友よ。それで毎日僕の部屋へ歌の練習に来てるんだ。毎日？あのひどい歌を？どうした？心の友、何か辛いことでもあったのか？それなら俺様の歌で癒してやるぞ。今日もな。このままじゃ命に関わるよ。まさに地獄だ。あれじゃいくらなんでもかわいそうだ。でもどうすれば。あ、キュー、ギャー、ネズミ、ネズミ。これね。お庭サトビーンズ。この豆はぶつけた相手をテレポーテーションで外へ放り出すことができるんだ。へえ、節分の豆みたいだね。のび太、いるならお使いをお願い。今？焼き豆腐と長ネギ、それと今日は節分だから煎り豆を。豆ならどうぞ。それからお肉を買ってきてちょうだい。あらららら、ら、これって物にでもいいの？もちろん。それなら、まあいいわ、出たついでだから行ってきます。お使いぐらい行けばいいのに。でもこれすごいね。そうだ、これでジャイアンを。それだよ。スネアの家からジャイアンを。お庭外だね。ほう、お前たちも俺様の歌を聞きたい？そう、ぜひ聞きたくて。よし、今日は心ゆくまで聞かせよう。僕はもう。もうなんだ？行く。もう嬉しくて嬉しくて。だよな。じゃあ行くぞ。わあ、ありがとう。ドラえもん、早く。まだ早い。気づかれる。しばらく我慢するんだ。この顔、ミラクルジョイ。
やったし、静かに。いつの間に出て行っちまったんだ。歌いながら急に。俺が？やっぱり天才だよ。歌い出すと夢中になって何もかも忘れるんだ。いや、それほどでもないけどよ。勝手に外へ出て悪かった。うっと、今度はしっかりステージの上からお届けするぜ。何度か繰り返せば嫌になってやめるだろう。うっと、バッソウ。よいしょ、今度は僕にやらせて。あー、いとしょう。それのせいだったんだ。ねえ、次は僕にやらせてよ。いいよ。天才のお帰りだ。もっと心を癒してよ。おお、すまない。おおおいらのムーナの。なんだこれは。そういうことだったのか。いや、ドラえもんがやれって言うから。え、自分からやらせてって言ったくせに。でも最初にやったのはドラえもんだろ。この半死なんだ。うるせえ、まとめてギタギタにしてやるぜ。出てきたからお布団でも干すざます。あら、スー姉ちゃま気が利くざますね。こりゃの、待て。こっちだ。隠れたって無駄だぞ。そうだ、これで脱出できる。それそれ、早く。よーし、あとは。それをよこせ。はい。おフランスからお取り寄せした黒大根、知らないざますか。あら、お邪魔してます。待て。どうしよう。せーので、U ターンするぞ。いいから、せーの。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。家がロボットになった。行くの？連れて行かないよ。勉強しに行くんだから。勉強ならうちでやればいいのに。気の合った友達とでなくちゃ楽しくやれないよ。じゃ行ってきます。お行儀よくね。しずかちゃんに迷惑かけちゃダメよ。わかってるよ。そういうことか。勉強勉強楽しいな。嫌な予感。よう、のび太、楽しそうにどこ行くんだ。ちょっと勉強に。ほう、そりゃいいことだ。だったらいい勉強部屋を貸してやろう。今日は町内会の集まりがあって、うちには誰もいないんだ。勉強し放題だぞ。いいよ。意外にいっぱい部屋もあってよ、何でも好きなように使っていい。いいってば。人の親切を受け入れないやつが俺は大嫌いなんだ。のび太さん。あ、しずかちゃん、あんまり遅いから迎えに来たの。え、とっくに出かけたのに。もうどこで道草食ってんだろう。え、のび太さんの声だわ。なんでジャイアンの家に。留守番と掃除押し付けられた。ジャイアンがママに言われたことをそっくり押し付けていったんだよ。仕方ないわね。手伝うわ。その後一緒にここでお勉強しましょう。しずかちゃん、勉強の用意をしてくるわ。優しいな。よし、家のことは家にやってもらおう。ハウスロボット。これをここに置いてった。なになに。これで家がロボットになった。ロボット？おーい、イエくん、ロボットになったなら返事してくれ。俺この家ロボットになった。え、ずいぶん君の中が散らかってるようだけど。ん、本当だ、恥ずかしい。すぐ片付ける。よろしく。自動的にやってくれるんだ。熱心に掃除してる。意外に綺麗好きな家なんだね。お邪魔します。お、自動ドア。しずかちゃんおかえり。こっちこっち。いらっしゃい。たけしがいつもお世話になってます。へえ、
ねえ、イエ君、僕たち勉強がしたいんだけど。わかった。これなら気持ちよく勉強できるね。今日こそはあのゲーム返してもらうぞ。あ、ほんと快適だわ。ふん、でも勉強するなら僕ん家の方が快適だよ。部屋だっていっぱいあるし、高級ソファーに高級おやつ。思ったらジュースが来たわ。しかも作りたてのフレッシュジュースだ。おいしい。これだけ親切な家はなかなかないよ。うん、確かに。これで大丈夫。ありがとう。本当に親切な家だね。焼きたてのパンケーキをどうぞ。うわ、いらっしゃいませ。今日はここで一仕事するか。ごめんください。はい。英語の教材を買ってほしいんです。あの今家の人は留守なんで分かりません。留守？なんだ、子供しかいないのか。じゃあこれにサインするだけでいいから。買わないって言ってるのに。うるせえ。買わないとひどいぞ。うわ、いいからサインしろ。うわ、待てー。やりやがったな。実に素晴らしい家だ。でも知らない人を家に入れて悪かったよ。ちゃんと僕たちを守ってくれたじゃないか。すごく頼もしかったわ。ほんと、僕の家でもこうはいかないよ。ありがとう。あれ、照れてる。かわいい。できた。勉強が済んだら遊びに行きなさい。留守番は引き受けた。やったー。それと、他の家のものがこれだけあったよ。あ、僕のゲーム。せっかく暇なのに誰もいねえな。公園でサッカーしよう。おい、留守番してろと言っただろ。大丈夫、家が自分でやってくれるから。ほんとだ。そうだ、おやつも出せよ。おお。